台湾原住民。台湾原住民は中国大陸からの移民が盛んになる17世紀以前から居住していた台湾の先住民族の故障。台湾政府、中華民国の定める中華民国憲法により、原住民族の存在が謳われている。中文で先住民と表記すると、すでに滅んでしまった民族という意味が生じるため、この表記は、 台湾では用いられていない。しかし、日本語では、原住民が、差別的な意味を含むとする考え方もあり、日本のマスコミでは、基本的に、原住を、先住と言い換えている。ただし、現地の故障や少数民族の意見を尊重するため、と注釈をつけた上で、原住民、族を使う例もある。1六百三年、明、万歴十一年に表された、 当番期では、台湾原住民は一括して、当番と呼ばれていた。漢民族人口が増加した18世紀から19世紀頃、漢化が進んだ、原住民族は、平和版、熟版、漢化が進んでいない、原住民族は、西版、高山版と、それぞれ呼ばれた。1871年、日、明治4年、清、同治10年に、宮古、 八重山の高能船が台湾南東海岸に漂着。54人が台湾原住民に殺害された。宮古島島民遭難事件。日本政府は深国に抗議したが、台湾原住民は加害の民、国家統治の及ばないものと返事されたため、日本政府は台湾出兵を行い、台湾原住民は日本軍に攻撃され降伏した。1895年。 明治二十八年、日本は台湾の領有を開始。新国時代の分類をもとに日本は、原住民を平補族と鉱山族に分類した。一九百三年、明治三十六年の博覧会では、鉱山族女性が展示された人類館事件。一九百七年に、鉱日事件の北保事件が、九百三十年には武者事件がそれぞれ勃発した。 1935年、昭和10年、秩父宮洋人親王の養成により、鉱山族は高砂五族と解消された。日本語は言語が異なる部族間の共通語として機能した。太平洋戦争、大東亜戦争中、高砂五族の若者は高砂五義勇隊として南太平洋の密林戦に参加し、大きな貢献を果たした。第二次世界大戦後、 義勇隊参加者が日本国籍を失ったことを理由に、日本政府は障害、年金などを支払わなかった。高砂義勇隊を参照。日本に代わって台湾を統治した。中華民国政府は高砂族を鉱山族、山地、同胞、産地人と呼称し直し、漢民族との同化政策を進めた。原住民族が同化政策の変更を迫った結果。 1980年代以降、鉱山族などの故障は、原住民に改められた。1996年、民国85年に、原住民族を所管とする省庁である、原住民族委員会が設置された。2005年、民国94年、原住民族基本法が制定され、国営のが改局した。2008年、民国97年に、台湾政府は、 セデック族、サノリカツ族を第十四の台湾原住民族に認定した。同年の原住民人口は488,773人で台湾総人口の2.1%を占めた。2016年、サイヒデフミが過去の不平等な原住民の扱いについて台湾の総統として初めて謝罪した。これらの民族のうち、咲き座クバラン、 サオを除く住民族は、民主化以前の中華民国政府により、鉱山族、山地同胞、山胞とも呼ばれていた、先座やは以前は認定されず、クバランとサオは、一般的には、タイラ保族に分類された。鉱山族は、乱遊、台湾島東南海上の島に住むタオ族や、東部平原に住むワミ族を除き、基本的に、台湾本島の山地や山裾に居住し、人口は、 平40万人ほどで、台湾の総人口の2%ほどを占める。台湾の原住民族という言葉は、競技には彼ら、鉱山族を指す。2001年、民国90年10月にサオ族が10番目の台湾原住民族として、承認。2002年、民国91年12月には、クバラン族の原住民籍保有者が11番目の台湾原住民族に認定された。 2004年、民国93年1月には、約10万人いるタイアル族のうち、カレン県の立切理系流域を中心に居住する約3万人について、以前からタイアル族とは、言語、文化をことにするセデック族の一種だと、去ってきたが、独自の意識が強かったことから、タロコ族として公認された。2007年、民国96年1月17日にはそれまで、 アミ族に含められていた、サキザヤ族が独立した民族と認められた。2008年、民国97年4月に、セデック族が独立した民族と認定された。2014年、民国103年6月26日にはそれまで、ソウ族、南スーに含められていた、カナカナブ族、サーロア族が独立した民族と認められた。その結果、 協議の台湾の原住民族は前期のように政府に認定された16民族を指す。一方、政府から未だに原住民族として承認されていない平補族と総称される先住民族は以下の諸民族である。これに加えて現在原住民族として認定されているも歴史的には平ら補族に分類されていた。平補族と総称される諸民族。 分類方法により7から15と数えられるは、台湾島の平地に住み、漢民族と雑居してきた結果、漢民族との同化が進んだ。このことから、台湾に住む漢民族の多くは、平ら保族の地を受け継いでいるとも言える。平ら保族のうち、本来の言語や習族を保存、継承しており、原住民族として公的に認定されているのは、竿族とクバラン族である。 サオ族は、鉱山族の都合族と文化が類似しており、かつての中華民国政府の政策もあって、鉱山族に入れられる場合もあった。また、クバラン族は、今も本来の母語であるクバラン語を話せる人が、可恋献身者に移住した集団の中に存在している。民主化によって、正式に民族集団として認定される以前には、人口300人弱のサオ族と千人教の、 クバラン族が、平地産法として原住民席に入れられていた。他には、ケタガラン、タオカス、パゼッヘイ、シラヤ、マカタオ族の末裔の一部が、独自の民族意識と習俗を記憶している。ただし言語を保存しているという意味ではない。以外は、現在では、民族としてはほぼ消滅している。台湾原住民族に対する研究は、日本の台湾統治時代に始まる。 台湾が日本領になった直後、日本にない風習を多く持つ台湾原住民に惹かれた多くの民族学者、人類学者、民族学者たちが台湾に渡った。代表的な人物は、鳥居隆造、1870年から1953年、井野鶴、1867年から1925年、加野忠夫、1906年から1945年、 森牛之助、1877年から1926年、内川根之蔵、1884年から1947年、宮本延人、1901年から1987年、間ぶち東一、1909年から1988年、千々和助太郎、1897年から1991年、小川久吉。 1869年から1947年、浅井恵林、1894年から1969年、らである。彼らは、平ら保族の集落を訪ねたほか、山々の村落をめぐり、台湾原住民が独自の生活不祝を保っていた時代の調査報告や写真を残し、それらは、現代においても台湾学術界に引き継がれ、貴重な資料となっている。 ただしこの時期の研究には、同時代の欧米の人類学同様人種差別的な要素も少なくなかったとされる。台北帝国大学、現、国立台湾大学土族人種学研究室が中心となって研究が行われた。オーストロネシア語族、マレーポリネシア語族に属する諸言語を話している。このことから、台湾原住民族はもともと、 インドネシア・フィリピン方面から渡ってきた民族で、あろうとする説も、あが、台湾原住民諸語が、オーストロネシア語族の姿を保持しており、考古学的にも新石器文化は、台湾から、フィリピン、インドネシア方面へ拡大しているため、オーストロネシア語族は、台湾から南下し、太平洋各地に拡散したとする説が有力である。大西工二は、オーストロネシア語族語は、 東南アジアのみならず、ウラルごとの類似や、アメリカインディアン語、南米先住民の言語との類似も認められ、台湾から拡散したという説には疑問が残る。これらの言語は1万5000年前以上前に、台湾以外のどこからか拡散しと考えるべき。としている。大日本帝国時代に行われた、リシゲル政策によって、高砂ご族への理解をもって統治する方針が取られ、 明治時代の統治開始直後からすでに行われていた様々な原住民へのインタビュー調査などもさらに本格的に各方面での尽力がなされた。言語による台湾高砂語族伝説集台北帝国大学言語学研究室編1935昭和10年では高砂語族台湾原住民の言語をなるべくその通りに記録に残すために 独自の発音記号を用いて、シゲル社の人々から聞いた逸話や伝説が記されている。本全体は783ページ以上にわたり、部族集落の場所が記された地図もあり、巻末には簡易版の単語集も編纂添付されている。その他、高佐五族館集法合意など、いくつかの言語研究所が残されている。部族間で言語が異なるが、近年では、初等教育の普及により、 中華民国の公用語である国語を話せる人が多い。また日本統治時代には、基本的に日本語教育も行われたため、異なる部族の間での共通語として日本語が用いられることもある。台湾先住民には、Y 染色体、ハプログループ OHR 系統が66.3%から89.6%の高頻度で観察される。 台湾原住民族にとって、入れ墨は、通過儀礼の一つである。顔面や体に入れ墨を掘ることにより、大人社会への仲間入りを認められる。台湾原住民族、タオ族全体とアミ族の一部を除くには、敵対部落や、異種族の首を刈る風習がかつてあった。これを、台湾の漢民族や日本人は、デクサ、種、草と呼んだ。その名の通り、草らに隠れ、 背後から襲撃して、東部切断に及ぶ行為である。狭い台湾島内で、文化も言語も全く隔絶した十数もの、原住民族集団が、それぞれ全く交流することなく、モザイク状に波し、異なる部族への警戒感が強かったためであると、言われている。漢民族による台湾への本格的移住が遅れた。要因として、このデクサの風習を抜きに語ることはできないという説も、 ある。首狩りそのものが、部族を外敵から守る力を持った一人前の成人男子としての通過儀礼、成人式とされ、あるいは買った首の数は、同族社会集団内で固辞された。成人式を終えるまでは、妻子や部族を守る力がないとして、一人前の成人男性としての結婚や儀式などが許可されなかった。ただしこの習慣は、他にもマレー系、 南米先住民族の一部などにも見られる。大行、太郎、高砂五族、1942年によると、首狩りといえば、タイヤル族を想起させるほど、タイヤル族によるものが多く、続いて、ブヌン族、パイワン族に多かったようで、ソウアーミーサイセットの諸族は最も早くからこの、監修を止め、ヤーミー族は、古来からこの風習を持った形跡がないと言われていた。 いずれの部族も、第二本帝国時代末には、道国への首狩りの監修はほとんど止めていた。デクサは、資料から見る限りでは、弓矢や鉄砲などによって、対象者を背後から襲撃した後に、刀で首の切断に及ぶもので、対象と勇敢に格闘を行った末に首を切り取るというケースはあまり見られな。なお獲得した首は、村の一緒に集めて首棚などに飾る。 デクサは、祖先より伝わる神聖な行為であり、祖先の遺訓を守る行為とみなされ、武勇を示すや、不吉を払う、もしくは、冤罪をすすぐなどのために行われた。したがって、各種の対象者は、必ずしも旧敵とは限らず、各種の大半は、同族同士によるものであり、被害者が、漢民族や日本人である方が、むしろ少なかったと言われている。日本統治時代初期には、 沖縄からの行商の女性たちが山のにてで草の被害者となるケースが多かった。日清戦争後の木の羊戦争で日本が真の残党や原住民など日本の領有に不満を持つ台湾の現地勢力を相当平定し領有を確定してからは台湾総督府による利茂政策により首狩りの風習は犯罪行為として厳しく禁じられた。しかし、 原住民族放棄の鎮圧に際して放棄を起こした原住民に対するデクサを容認、黙認することを見返りに他の原住民に協力を求めるケースも多かった。特に武者事件後に行われたセデック族鎮圧の際には武者事件で日本人殺害に関わった者の首に高額の懸賞金をかけデクサを煽った。1910年。 明治43年の5カ年計画理、しげる事業時世後の1915年、大正4年以降、デクサは激減する。これは、万地平定に伴う、警官駐在所設置や、重機をし治むによるものであるが、工学校や教育所による、教家の進展によって、日本人、文明人というアイデンティティを持った、原住民らが、デクサという風習を放棄したとする説もある。 台湾総督府資料などを元にした説によると、1896年、明治29年から1930年、昭和5年までの間、デクサの犠牲者は、およそ7000人に上るとされている。なおこれらの犠牲者は、原住民同士によるもの、約1000人ほどを除くと、多くは、漢民族であったようである。日本統治時代末期になるとデクサは、 ほとんど見られなくなるが、完全にデクサという風習が消滅するのは、中華民国時代になってからである。デクサをめぐるアリアンバル住民に関するクレオートリ説話は、新朝時代末期に作られ、日本統治時代に広められて、有名になったが、1980年代以降の原住民族権利運動の過程で、その差別性が急断され、現在では話題にならなくなりつつある。 大行、太郎、高砂五族、1942年によると,と、また、大日本帝国時代の調査や現地にいた人たちの話によると、部族内では、部族の規律違反による制裁、それ以外のほとんどのケースの対象者は、敵対者、何らだ縁のない関わりのない第三者、異種族の首を刈ることによって、部族内問題とならないようにしていたようである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。